合肥での勝利は揚州の戦線を大きく押し上げた。長領ら魏の将は敗走した軍を取りまとめると呪春へと後退する。今こそ揚州から葬儀を一掃する好機。しかし孫権が率いる主軍は激戦に疲弊しきっていた。そこへ戦列に復帰した孫権、孫策らが名乗りを上げる。再び戦場に総我を振るわんとたける父と兄。その頼もしき姿に孫権は葬儀追悼の任を託した。一方合肥での敗北を知った曹操も即座に次の手を打つ。大規模な増援を曹丕に預け呪春へと進軍展開させた。いかな軍が待ち構えようと我らの武勇で打ち砕くのみ。呪春の戦場に孫策、孫権、周瑜、太子寺が吠える。真偽は違えぬ。いざ戦場へ。攻めは君の得意とするところだろう。それに今はまたとない好機なのだ。好機？なるほどな。合肥から前線を押し上げ呪春までをこちらの勢力下に。天行の守りは厚くなり同時に巨匠への道も開かれる。はい、義もそれは承知しています。こちらが一呼吸を置いたならすぐさま呪春の守りは堅固となるでしょう。そうなのか。さあやるしかねえな。うん、ここまで剣にばかり重荷を負わせたから。策、我らの牙で若き虎の道を開くとしよう。ああ、どうぞ親父。はっ、あっ、はっ、揚州の力、葬儀を一掃する。みんな、進め。孫策の兵も戦争に戻られた。今後は今まさに勇気の時だな。合肥での勝利を中止する。長領、後ろは任せたぞ。止められますまい。援軍とは願ってもない。今から巻き返しましょうぞ。戦は知略でするものぞ。おい、知るがよい。私の知略が破れようと。今なれば橋を落とせ。奴らが追撃できるように。天命、各が三月の舞台を連れ現れた模様です。大事なところがガラガラ。さて、一泡吹かせてやるとしようか。
うとは。孫賢殿をお守りせねば。伝令、北に展開する敵に怪しい動きがあります。それがしが様子を見てまいります。皆様は本陣へお急ぎください。
分速と厳正なる勝負。先へ進めるな。
調してたんだな。おっと、味方とはぐれたか。お見事です父上。
兄上。おう、ケン。ちょうど今終わったところだぜ。たったこれだけの戦力で敵の守りを打ち破るとは。やはり武門孫悟は兄上が率いるべき。私は兄上に全てをお返しします。何言ってんだケン。ここまでやってきたのはお前の力だろう。ですが。そして今の孫悟はお前の大きな理想のもとで戦ってる。俺たちにできるのはお前を支えて手伝うことくらいだぜ。いえ、でも父上からも兄上に。俺も策に後を託した身だ。偉そうなことは言えんな。そんな。あとは頼むって言っただろ。やってやれケン。うん、賭けよケン。お前の進む先にこそ新たな時代があるのだ。はい、お二人から託された孫悟必ずや天下へと導いてみせます。